指名挨拶に訪れた広島、新井貴浩監督と青学大の佐々木康史イコール、東京、渋谷、撮影、中居誠プロ野球ドラフト、会議サポーテッドバイリポビタン D、24日、ドラフト会場から駆けつけた、広島、新井監督と早速対面し、緊張の面持ちを浮かべた。広島から1位指名を受けた、青学大、佐々木康史内野手、4年は、東京、渋谷区内の同大学キャンパス内で1位で行きたい、思いはあったけど、ここまで高く評価していただいていると思わなかった。びっくりという気持ちが一番と声を弾ませた。県岐阜商工出身で、青学大では1年春からレギュラーを担った実力者だ。178センチと小柄ながら、東都リーグでは現役最多の12本塁打を記録する。勝負強い打撃を持ち味とし、新井監督にはスケールの大きさを感じる。ゆくゆくは侍、ジャパンに選ばれ、日本を代表する選手になってほしい。カープの色に合っているとの言葉をかけられた。貴重な右のスラッガーは、憧れの選手として、広島でも活躍した鈴木誠也、カブスを挙げ、まずはカープで中軸を担える打者になれるように。広島からプロの世界で飛躍する。武田千鈴ドラフト指名選手へ、プロ志望届提出者へ。